クリスチャンから天理教布教師への人生の大転換自身の体験を題に助け一条の道を通る喜びをお話しくださるのは天理教玉見文教会長夫人三宅美穂子先生です皆様こんにちは今日はこの 陽気チャンネルを通して私自身がお道の信仰によって助けていただいたお話をさせていただきます一言の匂いがけは人の運命を変えるというお言葉の通り私の信仰の元一日はまさに一言の匂いがけから始まりました幼い頃からキリスト教を信仰していた私は 信仰の喜びを伝えることができる教育者になりたいという夢を子どもの頃から抱いていましたその夢が叶って大学を卒業した後私は憧れの教職に就くことができました新災用教員として赴任した先は瀬戸内海にある小さな島の学校でした着任して 2年目の秋の秋ことです私にとって生涯を決定する出会いがありました島の子どもたちがキューピッド役をしてくれたことから私は島の一青年から匂いがけ風のプロポーズを受けることになったのです「僕は天理教を信仰している」「収容家に行ってくれないか?」という一言の匂いがけや縁で その青年とと私はしも結婚することになりました幼い頃からキリスト教信仰しクリスチャンにまでなっていた私ですがその信仰心をお道の信仰へと一瞬にして切り替えることができたのはこのお道の信仰にこそ人助けの道があるに違いないと確信できたからです。 私たちの結婚に際しては信仰の元一日にふさわしいスケジュールが用意されていました結婚式の当日は嫁ぎ先の校舎祭りそしてその翌日は所属協会の月並み祭そしてその翌日新婚旅行に旅立つ前に生まれて初めておじ場に帰って初席を運ぶという流れで 私のお道の信仰生活がスタートしました養木家庭にといだ私はやがて道の教職員の集いと出会い信仰の喜びを子どもたちに伝えるために陽気暮らしの教育を目指すようになりましたそれと同時にこの素晴らしい信仰を実家の両親に何としてでも伝えたい ということを願うようになりました親にこの信仰を伝えるためにはよほどの地づくりをしなければということから三つの教職員の夏の集いと少年会の子どもおじば帰りには毎年参加するという心定めをしましたその心定めを実行し続けた結果 親様100年祭を迎える旬には島の学校では全校児童の子どもおじばかりが実現し実家においては両親がともに別席を運び終えるというご主語をいただきましたそれから10年後親様110年祭の旬の頃のことです。ぎ先の母が 肝臓癌で余命2ヶ月という宣告を受けたことから我が家は布教書になりましたそしてその翌年母が出直したことから私は「湯立第4号の仕切り根性仕切り力仕切り自衛」というお言葉の通り教師としての人生を仕切り布教師としての人生を歩むことにしました それから間もなく、我が家は親様ご誕生200年の年に自浄教会復興のお声をいただき教会にならせていただきましたこのように教会にならせていただくまでの道中にはさまざまな節がありました親様100年祭の年には母が脳出血そしてその翌年には 父が腎臓がんと両親が相次いで入院しそれぞれが明日の命がわからない言うほどの大きな節をいただきましたその度に私は「生涯神様の御用はどんな御用でもさせていただきます」という心定めをし親の命を助けていただくよう親神様親様にお願いしました。 その結果父は5年母は20年も長生きさせていただくご守護をいただいたのです何よりもありがたかったのはこのように親の命を一日一日と伸ばしていただいたおかげで親に喜んでいただきにくかった私が親の命があるうちに喜んでいただけるようになったことです。 ここで実家の母が脳内出血で倒れた時のことを詳しくお話しします。親様100年祭の年の9月18日のことです。京都の妹から突然電話がかかり妹宅に行ってた母が脳内出血で倒れたという一報が入りました。その知らせを受けた私は たちに京都に向かい母の入院先の病院に駆けつけましたその時母は命も危なく緊急手術をしなければならないかもしれないというほどの危篤状態でしたそのような母の様子を見てすぐさま私の脳裏に浮かんできたのは広本天理教教祖伝逸話編にある古賀 親ののたためにのお話でしたそして「なんとか親を助けていただきたい京都ならおじばに通うことができる」「3日間伊三郎さんのようにお屋敷に通わせていただこう」という心定めをし夜は病院で母の付き添いをし日中はおじばの親様のもとに通うという3日間を過ごしました。 京都からおじわへの道中、私は五実丁の道のりを歩いてお屋敷に通う伊佐風呂さんの思いと、自分の思いを重ねながら、母の命を何とか助けていただきたいと一心に親様にお願いしました。こうした三日間の後、母は奇跡的に命を助けていただき、手術もしなくていいというご主語をいただいたのです。 ここのととがきっっかけとなって長年キリスト教を信仰してきた母ですが命を助けていただいたご恩法寺にということからお道の信仰に切り替えて収容か講習に行くことになりましたそして晩年は布教書を開設してお道の信仰に励み80歳まで行かさせていただきましたこの体験は 私にとって信仰の大きな原動力となる貴重なお助けの体験でしたが子どもたちや孫たちにも松田に伝えたい話です母の命を助けていただいたお話に続けて次に私自身が助けていただいたお話をしますそれは平成30年の 12月9日のことでした私は突然脳内出血の身上をいただきました不況の家岡山寮の寮祭の神殿講話を務めていた時の出来事でした神殿講話が終わりかけた頃なんとなく話しづらさに感じその時私の 脳に浮かんできたのは、私の母が脳内出血で倒れたときのことです。新年講話を何とか最後まで勤めを終えて、柏しでを打った直後、私は参拝場におられた方々に、もしかしたら私の体に異変が起こったかもしれません、と伝えました。すると、 その場におられた方々もすでに私の体の異変に気づかれていたのか即座にお授けを取り継いでくださり速やかに救急車の手配をしてくださいましたそして幸いなことに私は教務室長の裏にある総合病院に搬送されることになりましたこのように私は 脳内出血を発症しながらも時間のたたないうちにスピーディーに病院に運んでいただきただちに集中治療室で点滴治療を受けることができたのですがこれはまさに奇跡的なご守護でした私はこの時のことを振り返るたびに親神様親様の大きな親心を感じています。 その日病院に駆けつけた家族には担当のお医者様からは「今夜大出血が起こった場合には緊急手術をするかもしれない」「そしてこの病院を退院した後も他の病院に転院して23か月はリハビリをしないといけないかもしれない」という説明があったそうです。しかしかそのような 心配もなく集中治療室にいる間に左半身の麻痺も言語障害もすっかりなくなるほどのご守護をいただきました担当のお医者様も「あなたの場合は本当にラッキーだった」と私の体が奇跡的に回復したことに随分驚かれていました。そして、 脳は大変なんだよ脳に良くないのは過労にストレスそれに睡眠不足だよと私の生活習慣を改善するよう忠告してくださいました私はその話を伺いながら信仰者でありながら元気であるということをいいことに貸し物借り物の体を酷使してしまっていたこれからは 元気な体をお貸しいただいていることにもっともっと感謝しながら大切に使わせていただこうということをしっかり心に刻みました思い返せば親様100年歳の頃の私は4人の子育てに追われながら教員生活をしていた時で多忙な日々を送っていましたそうした中でしたが私は 何とかして実家ににお道の進行が伝わるようにということをひたすら念じながら両親のお助けに励ませていただいていました脳内出血という未曽にもかかわらず鮮やかなご守護をいただいたのは「人助けたら我が身助かる」というお言葉の通り親の助かりを祈り続けた日々があればこそ 自分自身も助けていただいたのだということを実感しています私は今教会長夫人として神様の御用を務める傍ら地域の学校で登校支援や学童保育の補助員として子どもたちをサポートしていますこのような御用もすべて親神様親様が おやさま1年歳の年に心定めしたことを果たせるようにそしてご恩報じができるようにと与えてくださっている御用だと思って喜びいんで止めさせていただいています西の教職員としての自覚と使命を持ち続け陽気づくめの心で子どもたちと向かい合っていくことは私のライフワークです子どもたちをはじめ 周囲の人々に信仰の喜びをしっかり伝えることができるよう保温感謝いっぱいの心で「助け一条」の道を生涯歩んでまいりたいと思っています。本日はお聞きくださいまして誠にありがとうございました。